皆さんこんにちは、前回の伊賀上野の街歩き動画に引き続き、今回もこちらのアプリを使って、伊賀上野の城下町を歩いてみたり遊んでみたりする企画の第2弾です。まだ第1弾の動画をご覧になってない方は動画の説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧になっていただきたいなというふうに思います。ご一緒させていただくのは三重大学の国際忍者研究センターの高尾義樹先生、そして、服部半蔵忍者隊の凛さんです。授業動画を真面目に受けるだけではなくて、このように古い街並みを散策したり、文化財に触れたりするのも歴史の楽しみの一つだと思います。まあ、そういったね、歴史の楽しみどんどん発信していこうかなというふうに思います。オフモードのね、私もご覧になっていただけるんじゃないかなというふうに思います。それではどうぞ。はい、2日目です。今日はで、今日は伊賀上野城下復元地図、今日も使いまして、これからその自転車で復元地図を見ながら、もう一回やってくださりますそれ。伊賀町を散策してみたいと思います。わあ、いいですか。はい、ちょっと待ってください。ワイワイが、これが石田サイクルさん、お店屋さんで、城下町散策するときにこの自転車をお借りして散策することができます。おはようございます。ありがとう。ごゆっくりしてください。ありがとう。いいとこですよ。乗っててもらいますしね。はい、ありがとうございます。お天気大丈夫やわ。のー、ちょっと心配しておったけども、これ変速機ついてるのがいいやろ。もう上野の地図を持ってみる。その地図です。地図ね、こういうのがありまして、伊賀上野城下復元地図というのがありまして、スマホアプリケーションになっております。これのとことはない。昔のやつのあれを、あれ言っちゃった。変わりました。青森行ってた。分からない。俺分かってるの。専門の人。江戸時代の地図を実測通りに直して、で現代の地図に重ねたんですよ。はいはい、でこれが江戸時代の地図ね。こうやってやると現代の地図。この間電話もらった。これがね、ご主人の地図なんだけど、江戸時代の地図をこう実測通りに直して、そんな面白いことやってみる。これの PR ビデオを今日撮ってもらう。で、自転車の紹介をあらへんねん。自転車、紹介してください。レーザーサイクル、こちら電動もあるしな。あ、電動もございます。電動も、今電動の時代やんか。今日は特別ええの出したんだ。あ、まことにござれ、ありがとうござれ。こんなあったら家庭で乗れへん自転車やで。5万円の自転車。ごゆっくりね。お会計は大丈夫ですよ。お分かりいただけたじゃろうか。お会計は？帰りです。帰りで。わかりました。これね、時間制でしたら1時間がお父さんとこ出身。お父さんとこです。私は福岡です。お父さんのこ報酬とか、ね、給料。給料は三重大学です。ここはですね、浜沢公園って言ったかな。芭蕉の句の言葉を取った公園なんですが、使い道はなんとトイレで、その名前の言われになった句碑がありまして、それがこれでございます。どうぞ読んでください。
拙者、はい、ちょっと待って、様々のこと思い出せ桜かな、思い出せ思い出す桜かな、はいはい、桜のさまざま公園って言って当たり強ない。あ、本当だ、あった、あ、これが、はい、これですね、はい、そうです、洋館付宮崎屋、はい、伊賀上野城下復元地図でもですね、説明ポイントになっている宮崎屋さんですね。洋館漬けって郷土料理なんですけど、このお店がですね、商品として、売り出していて、とても有名なお店で、広くやっていらっしゃいます。いろいろありますか？これとこれどの味が違うんだ？1年熟成仕込み、2年熟成仕込み、これちょっとやっぱ味違うのかな、色もちょっと色味も違いますよね。さようでした、おお、詰め合わせがござる、美味しそう、また違うんじゃろ、ありがとうござりました、ありがとうございます。皆さんちょっとアイスクリーム、はい、せっかくやから皆さんにアイスクリームちょっと食べて、アイスクリーム、アイスクリーム、美味しそう。バイカーの方がたくさん、バイクのたくさんグループでいらっしゃって、羊羹漬けはどのように食べるのが一番おすすめにござりますか？あのね、皆さんね、漬物って言うたら、もう浅漬け、みんなイメージいると思うんですけども、浅漬けじゃなくて2年間漬けてあるから、古漬けというカテゴリーなんですけども、そのまま食べたらもう味が濃すぎる、ですからお茶漬けなんだ、でちょうどいいぐらいの味になりますので、細かく刻むか薄くなるかでご飯と一緒にお召し上がりください。1年漬けと2年漬けが、ね、1年漬け2年漬けありましたよね。それは好みはどのように、やはり皆さんも浅い漬け方っていうのに慣れてらっしゃるから、いきなり2年ものって、ハードル高いかも分かりませんので、我々のここで30、40年ぐらい前から、1年ものも、湯もみを出して、そこから入っていただいて、だんだんこう慣れていってもらったら、たぶんその発酵度の高い到達点の洋館漬け2年もの、このお店本来の味は2年もの。美味しそう。伝統文化と新しいものと融合ですな。甘すぎず、なんかね、やっぱ醤油ってこう複雑なっていうか、はい、ね、奥深い味わいがあるけど、はい、それも感じますよね。はい、口元になんか、うまっ。おいしい。うまっ。なんかみたらし団子みたい。あ、そうそうそう。みたらし団子みたい。上品、ね、味が。うまくいってくれるな、嬉しいな。うまいこれ、うん、おいしい。結構ね、初めて食べられた方が感激してくれて、で初めてこういう味ということで、いやでも分かりもうす、これは何だろう、甘さが自然と思うんすか、そこ自然っていうか、うちはお醤油が一つの柱ですけども、それをあんまり前に出してしまったら、今度途中で嫌になっちゃう、で次食べる気にしないんです。確かに。アイスクリームでしょ、これ、アイスクリームとして完成した商品でないと、このその濃度のせめぎ合いっていうかな、ありがとうございました。ここが、この地図的にはタラオさん、だけれども、こういう風にやると赤池旧宅っていうのがありますよね。地図は江戸時代中期なんですね、はい、残っているお宅の最終的な持ち主は赤いということで、赤いです。だからアプリと人名ずれてる。じゃあ参りましょう。これ戦国時代で有名な赤い系ですよね、はいはい、よくご存知ですよね、はい、なんでご存知なんですか。司馬太郎の小説になんか赤いのおまさを主人公としたのがあって、ちょっとなんとなく覚えてたんですよ。天の川だったかな、天の川だったかな、天の川だったかな。
なんでしたっけね、はい、いつかある中ですよね。そうです、はいはい、覚えてます。天の川です、はい、失礼します。ここ特にそうですね、今はなんか展覧会とかね、いうことで貸し出したりとか、いろいろそのイベントのですね、会場になっていて、こういうふうにこう、きれいにね、あの回復する。先生喋ってすみません。なんかカモイがほらこんなんですよ、低い、ね、でも高尾先生通れました。通れます、通れます。ムンディ先生も通れる。現代でいうところの一軒よりも もうちょっと低いのか、ね、1.8 メートルはないそうですね。うーん、自分の身長が185センチだからムンディ先生185センチ。でもほら今時代劇撮ると、はい、俳優さんとかみんな背高いでしょ。庭園がこうこんな感じ、綺麗。ちょっとほらガラスがこう歪んでますでしょ。これも昔のガラスなんで、あの歪んでるんですよね。でもすこれ変化あ、出た。遊べるようになってるのか。あ、いっぱい。え、ビー玉をパチンコで持ち上げ、こういうこと、こういうこと、うまくポイってはまるってこと、こういうこと、あ、こういうことだ。はい、これは何だろう。あ、なるほど、うん、これを分けようと。あ、なるほど、赤を赤に。おお、こういうことだ。お、これは難しいぞ。これ難しそう。これはむずい。これちょっと待って、この前前者2つと、え、難易度、うぃ、できるんかな。いや、できるものではないよ。皆さん、伊賀上野にお越しの際は赤池住宅のこのパズルをぜひやってみてください。もしこれを完成させたところを動画に撮って送っていただければ、何をしてくれるんですか。サイン本を。サイン本、いや、もう本当送っていいですよ。本当もう本当にこれをなんか完成する姿を見てみたい。はい、だそうです。チャレンジ、もう本当3本ぐらいしか、ぜひ以外お越しください。できないんですけど、めちゃパズルね。なんかムンディ先生はこっちで格闘中でございます。集中力、忍耐力、要するに忍者は集中力と忍耐力が大事だから、これで鍛えなさいっていうこと。忍者パズル道場っていうところをですね、これはコーナーを。で、ここにですね、赤池のですね、資料のね、レプリカの展示ということで置いてあります。何これ。そうでしょ。そこが動くんでしょ、これ。不器用じゃから無理じゃと思う。二つはめた後に、なんか、こう、はい、はい。ここで、なんか呪術っていうかまじないの言葉とかないんですかね。陰陽当社大陰、今言ったら気散るじゃん。